熊に襲われ、2人がけがをしている。午前8時過ぎ、滝上町の領友会に所属する男性から消防に通報がありました。熊に襲われたのは男性の妻58歳と東京から来ていた49歳の男性の2人です。現場はおほうつく海側にある滝上町上処骨原野の山の中でした。 三人はこの堂々から続くこちらの脇道から山に入っていったとみられます。三人は今朝から熊とシカの領に来ていました。二手に分かれて行動していたところ、午前7時45分ごろ、二人が熊に襲われました。妻から無線で連絡を受けた男性が駆けつけ、両銃で熊を撃ち駆除したということです。駆けつけた漁友会の男性は。

ドクター・ヘリで旭川市内の病院に搬送されました。女性は両腕を噛まれるなど軽傷とみられています。まああくまで推測ということになりますけれども、ええー、まあハンターさんが狩猟中にまあ一番多い事故のケースとしては、はいま熊、あ、を捕獲しようとして、まあ、発砲したけれども、ええー、まあ完全に、えー、し仕留めきれていなくって、まあ虐殺されるとか。 音を立てずにですね、まあ静かに獲物に気づかれないように歩くと思いますので、まあそうした結果こう至近距離でバッタリ遭遇してしまうですとか。道によりますと、今年度はこれまで熊が熊に人が襲われる事故が5件発生し、一人が死亡、5人が怪我をしていて、これで6件目の発生となります。今年のようにですね、まあ熊の動きがちょっといつもと例年よりも。 ちょっと違っているような年ですので、ちょっと今年は何かは違うぞという意識を持って、えーまあ、熊対策していただくということが大事だと思います。